ブランドン・リー・ディクソンは、アメリカ合衆国アラバマ州、モンゴメリー軍、モンゴメリー出身のプロ野球選手。オリックスには2013年シーズンから2021年5月まで在籍。2016年から2年契約を結ぶと、契約2年目の2017年で、在籍期間が、球団の歴代外国人投手で最長の5シーズンに達した。2018年からは2年契約。 2020年からは単年契約で残留。2021年シーズンの契約を締結したことによって在籍期間が9シーズンに及んでいたが、公述する事情から5月27日に NPB から自由契約選手として公示された。2007年2006年にアマチュアフリーエージェントでセントルイスカージナルスと契約。2011年7月2日に MLB 公式戦へのデビューを果たした。2012年12月27日にオリックスバファローズと契約を結んだ。背番号は32。2013年にはオープン戦で3試合に登板。1勝1敗、防御率2.81という成績で開幕ローテーションに入った。来日初登板、初先発になった3月31日の対、千葉ロッテマリーンズ戦では、 7回1失点の高頭で来日初勝利。チームのシーズン初勝利にも貢献した。その後もローテーション投手の一員として5勝を挙げたが、6月5日に右足内転筋の肉離れで出場選手登録を抹消。およそ1ヶ月にわたって戦線を離脱した。7月に復帰したが、当番試合で味方打線から十分な援護を受けられなかったことなどから、 8月まで一勝も上げられなかった。一時は負けが先行したが、9月には4試合の登板で3勝、無敗、防御率0.68の好成績を残した。シーズンの通算成績は防御率2.77、8勝8敗。規定投球回にはやや足りなかったものの、先発不足に苦しむチームを救った。2014年にはシーズン初登板の対北海道。 日本ハムファイターズ戦に来日初関東、初完封勝利を挙げると5月10日の同カードでは8回ノーアウトまで無安打に抑える高投で NPB では自身2回目の関東を記録。夏場に調子を落とした影響でシーズン23では9勝に終わった。しかし1軍では最後までローテーションを守り切った上に初めて規定投球回に到達した。2015年には 来日後初の開幕投手として3月27日の対埼玉西部ライオンズ戦に臨んだが0から1のスコアで黒星スタート。その後も2連敗を喫したが5月28日の対横浜 DNA ベイスターズ戦まで6連勝を記録したことから同月には来日後初めてパシフィックリーグ投手部門の月間 MVP に選ばれた。さらにオールスターゲームには パシフィックリーグ選抜チームの監督推薦選手として初出場。7月18日の第2戦に2番手として登板したが、1回を1失点1非本類だという内容で敗戦投手になった。後半戦初先発の対福岡ソフトバンクホークス戦で右脇腹に違和感を訴えて緊急降板。翌25日の検査で武力艦筋の損傷と診断されたことから、 出場選手登録を抹消された。一軍に復帰した8月27日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で9敗目を起死したものの、9月15日の対ソフトバンク戦では9勝目を挙げるとともに、球団通算5 0 0勝の達成に貢献。9月17日に、ウロクかんの損傷が再び判明したため、同日付けでの登録抹消を経て、 シーズンの残り期間を幹部の治療と調整に充てることになった。シーズン通算では2年続けて急勝にとどまったが、抹消後の同月26日には2017年シーズンまでの2年契約を新たに結んだことが球団から発表されている。2016年には3月27日に西武との開幕カード第3戦に先発でシーズン初登板。当番 6回3失点という内容で、新人の福田純一監督に公式戦初勝利をもたらした。ディクソン自身も、この試合でシーズン初勝利を挙げたことを皮切りに、チーム内の投手でただ一人シーズンを通じて、先発で活躍。シーズン5勝目を挙げた6月5日の大東京をヤクルトスワローズ戦では、4回表の打席に、来日初の二塁打で来日初打点を記録すると、 6回表の打席でも2点的自打を放った。8月20日の大楽天戦でシーズン9勝目に達したものの、9月3日の対日本ハム戦で1回表に2本の本塁打で6点を失うなど、以降の試合では勝ち星を上乗せできなかった。チームのシーズン最終戦であった10月1日の大楽天戦にも先発したが、6失点で敗戦投手になったため、 通算9勝11敗でシーズンを終了。来日後自己最多の171回1、3イニングを投げながら、3年続けて2桁勝利に、あと一歩届かず、来日後自己最多の17非本塁打を記録した。また、防御率4.36は、パリーグの最終規定投球回に達した14、投資中の最下位であった。2017年にも、 公式戦の開幕から一軍の先発ローテーションに定着。通算25試合の登板で防御率3.24を記録したものの、またも2桁勝利を逃したばかりか、8勝9敗と負け越した。しかし球団では先発投手としてのディクソンの成績がおおむね安定していることを高く評価。シーズン終盤の9月5日にはディクソンとの間で、 翌2018年からの2年契約を結んだことを発表した。2018年には一軍公式戦でのシーズン初登板から来日後ワーストの4連敗を喫するなど振るわず、シーズン4敗目を喫した5月10日の対日本ハム戦では2回表に日本ハムの高卒ルーキー、セ宮ミ太コタロから一軍公式戦での初本塁打を浴びた。この試合の直後には、 首脳陣から無期限での二軍調整を命じられたが、後に一軍へ復帰。7月1日に札幌ドームでも用された同カードで、シーズン1試合目の当番を果たすと、一軍公式戦では、前年8月11日の大楽天戦、以来324日振りの白星を挙げた。7月17日には、京セラドーム大阪の同カードで、4年振りの完封勝利と来日後最多の一試合12。 脱三振をマーク。チームは、この勝利によって、NPB のレギュラーシーズンにおける1、軍開幕戦からの無関東連続試合大記録の達成を免れた。2019年には、オープン戦の期間中に、右肩甲下筋の筋損傷を発症。その影響で、シーズンの開幕を2軍で迎えると、セパ交流戦後半の6月から、救援要員として1軍に交流した。 一軍の救援陣から故障や不調による戦線離脱者が相次いだことによる措置でもあったが、6月13日の対中日ドラゴンズ戦で来日7年目にして初ホールドをマーク。2018年からクローザーを務めていた麻酔広都まで不調だったことから、麻酔の二軍調整を機にクローザーへ転向すると、6月19日の対、 読売ジャイアンツ戦で来日初セーブを記録した。麻酔が一軍に復帰した同月下旬以降も、クローザーに定着したため、公式戦に先発する機会はなかったものの、救援では一軍公式戦37試合に登板。2勝1敗後ホールド18セーブ、防御率3.03という成績で、チームの窮地を救った。さらに、シーズン終了後に、開催の第2回、 WBSC プレミア12でアメリカが衆国代表に初めて選出。代表チームは4位で大会を終え物の,の、リクソン自身はクローザーを任された末に、救援投手として大会のベストナインに選ばれた。2020年にはシーズンを通じて1軍でクローザーに専念。公式戦39試合の登板で未勝利ながら、 リーグ5位の16セーブを挙げたほか5ホールドと防御率3.28を記録した。シーズン終了後の12月24日に単年契約でチームに残留することを発表。2021年には先発再転校の方針が立てられていた。前年から新型コロナウイルスの感染が拡大している状況で家族揃っての来日を希望していたものの、 感染拡大防止策の一環で、日本政府が外国人の入国を制限。家族へのビザの発給が難航するなど、来日の目途が立っていないことから、レギュラーシーズン開幕。球団はこの申し入れを了承した上で、5月20日に、ウェーバー工事を NPB に申請。この申請によって、9シーズン連続で在籍してきたオリックスからの対談が事実上決まった。 申請後も NPB の他球団がディクソンに獲得のオファーを出さなかったため、ウェーバー期間満了後の5月27日付で NPB から自由契約選手として講じ、NPB では2018年まで先発投手として最速時速 153km の速球とナックルカーブスライダーチェンジアップなどの変化球を投げ分けていた。勝負球はナックルカーブで 救援での当番に専念していた2019年には、速球の平均球速が時速 150km 台、ナックルカーブの平均球速が時速 120km 後半から時速 142km にまで上昇。2018年まで1試合平均で6.61だった脱三進率も9.59にまで向上している。低い軌道から大きく縦方向に曲がる。 ナックルカーブの使い手であり、2015年から2017年の3シーズンでのカーブの投球比率は35.6%、43.5%、43. 38.5%と高い数値で推移している。カーブの空振り率も2016年から2017年の2シーズンで14.5%、13.7%とこれも高い数値で推移している。 日本球界を代表するグラウンドボールピッチャーである。2015年から2017年の3シーズンでのゴローアウト率は68.4%、63.4%、63. 57.9%と高い数値で推移している。オリックスの投手として NPB で成功した要因を自分はこうでなくてはいけないという考え方を持たず、コーチたちの助言を聞いて真剣に取り組んだことで、 日本の野球に適応できたと分析。特に影響を受けたコーチとして、高山育を挙げている。来日後に生まれた長女の名前を奈良にちなんで、奈良にしたほどの親日家で、オリックスでバッテリーを組む若月健也や伏見トライ、などからは、シャイ、おとなしくて、小動物のようと評されるほど物静かな性格の持ち主でもある。ありがとうございます。